B41 はアメリカ合衆国が開発した核爆弾、水素爆弾であり、1961年から1976年にかけてアメリカ空軍戦略航空軍団に配備されていた。マーク41の名称で1955年より開発が開始されている。4 5 4ラム以上のクラス B に、 分類される大型核爆弾として設計が行われた。同じ弾頭部を用いる W41 核弾頭も大陸間弾道ミサイル用に開発が行われたが、こちらは1957年に開発中止となった。B41 は最大核出力25メガトンの大威力の三回爆弾であり、アメリカ合衆国で実用化された核兵器としては、 唯一の多段階核反応を用いるものとなっている。第3ステージまでの反応段階を有していて、プライマリの核分裂爆弾、セカンダリの核融合物質の核融合と、核融合燃料プレス用環境を作り出すための核分裂物質、核融合物質群を包む中性子反射、高速核分裂用のウランタンパーの多段階核反応からなるアメリカ合衆国で開発された 最大威力の核兵器であるが、Y2 のクリーンモデルでは、鉛タンパーが使用されているため、通常の水爆モデルとなっている。重量は 4850kg に達し、直径は 132cm、全長 3.76m であった。フルヒューズオプションであり、自由落下による投下のほか、制動産を用いた空中爆発、地表爆発、 レーダー運爆発まで対応している。B41 を搭載できる機体は B-47 及び B-52 のみであった。また Y1 と Y2 の2つのバージョンが開発され、Y1 は第3ステージのタンパーにウラン238を用いた汚い爆弾であり、Y2 は鉛を用いたものとなっている。この爆弾のクリーン化モデル兵器やデバイスの実験は、 多く行われてきたが、ウランによる3段階目の高速核分裂を利用し25メガトンの威力を出すよう設計されたためか、2メガトンなどの桁外れレベルに低威力な出力しか発揮していないものがほとんどである。1955年から開発が開始され、1961年に配備が開始された。1960年から1962年に、 かけて500発が生産されている。1962年からは順次 B53 との更新が進められ、1976年に退役した。ありがとうございます。